ちょっと奇跡が2個ぐらい重なったんで、急遽この動画を撮ることになってますんで、急遽やったんで、これ DM なんですけど、グループ DM なんですけども、許可なく出しちゃいました。すいません。えっと、2月7日の僕の会話で終わってますね。この2月7日の時は、タトゥーアンさんとベリダーさんという下にいる方とマルチをしたんです。よねで、マルチのために作ったグループだったと思います。これ。で、そこで終わってるところに、昨日タトゥーアンさんから、 オーーール・ユキャン・ンイイトはスイッチに来るのやばいでですすねって聞いていたんですよ僕、それに20時間気づいてなくて、つい1時間前、さっき今知りましたっ、つったの。そしたら、落ち着いて、あのベルタスさんがやばいですね、えー。タトゥーアンさん考案のウーパールーパーも使えますね。これ。これが奇跡なんです。えっ、ー、と、この奇跡を2つまずまとめますと、えっ、ー、と、オールユーキャンイートっていうのは、プレステオブ買わないとできないんじゃないかって言ってたやつが、スイッチに来るぞってことですね。しかもクロスプレイっていうことですよね。で、 えーともう2つだね3。3個あるやん、だから奇跡。クロスプレーというのが2つ目の奇跡ですから、3個目の奇跡は思い出し、あのタトゥーアン、その、オールユーキャンイートのメインキャラクター、新規キャラクターの、えっと、募集をしてたんですね、公式が。募集をしてたのに、応募して当選したのは、なんとタトゥーアンさんっていう、ここにいる人なんですよ。な何が言いたいかというと、芸能人ですよ。だから芸能人と、 マルチできるよ。僕のチャンネルに登録して、僕とフレンドになれば、僕を返せばっていうことをまず言いたいんですよね。すごくないですかすごくないですかこれ。だからそ、それを思い出して、奇跡が3つ重なりました。ついに実現したぞっていう話ですね。この辺の話をしていきたいと思います。でしかもね、その後続いてますね。しかも、任天堂ダイレクトをあさってやるみたいで、その中でと、あの、話も出ると予感がしてますっていう、ベルタスさんの考察ですね。 で、僕ちょっとこれ急いで撮ってたんです、スクショ高校しか撮ってないんですけど、その後も話続いてて、さらに考察で重ねてきてますね、タトヨンさんが。ちょっと読み上げたいと思います、ね、ちょっと待ってくださいね。えっと、ちょっと前にオーバークックのクロスプレイあったじゃないですか。無料体験あったじゃないですか。一斉トライアルです。だから、前、前回のマルチで、カマンベルさんとライブした時乗ってきてるんですけど、そう。カマンベルさんっていうのも視聴者さんで、スチーム勢だからできなかったんですよ、オーバークックファンやけど。で、でも初めてそこで交える。相まみえることができた。 あれはクロス、ラスロスプラットフォームの開発側のトライアルだったのかなっていう考察に続いてて、考察合戦がこの後続いてますね。すごい人たちがいるんですよ。だから僕の視聴者さんには。だから僕のチャンネル登録した方がいいかなと思います。ええー、と、うん、そうですね。で、ちょっと思い出したんですけど、カバンベルスのスチームやけど、あの時一斉トライアルやったでス、スイッチで落としてやったのかなあれあれスイッチで。 っっ忘れちゃったけど、とにかくクロスプラットフォームにはなるから、カマンベールさんだけじゃなくて、僕のチャットに来てる人で、ねとね、アッキンさんとかハンペンさんとかクルクルさんやったけど、なんかその僕の記憶にある人たちは、プレステの人たちもいるんですよ。プレステだから見てるだけですって言って、チャットに毎回来てくれてる人たちともできる可能性があるんです。ただ、高いけど、買わなあかんけど、これ、買わなあかんけど、5000いくらいけど、買おうかという、買う買ったらね、もうこれ、 今までできんかった人とマルチできるかもしれない。しかも、芸能人であるウーパールーパー本人とできるかもしれないぞっていう、チャンネル登録だぞっていう話、奇跡の3つの紹介でした。じゃあ、ちょっとだけ紹介を続けていきたいと思いますけども。あ、これが動画でしたね。この動画は僕は実はその時見てたんですけど、あの全然英語やったでさ、もう気にせず流してただけやったんですよね。で、なんや、これコントやってるわと思って。たまにあるからさ、インスタとかでも、コントやってるわと思って。 よーく見とよーく見たらじゃなくて、この立田さんに言われて気づいたら、あの、そう、3月23日に出て、クロスプレイもカミングスーンでアップデートされますよ、オールプラットフォームズでって書いてあるんですよね。ここに書いてある。今出てるのでは5とこの新しい Xbox だと思うんですけど、この古いプレステとかでも出るってことですね。で、スイッチだけなんかフレームが30とかどっかに書いてあったけど、まあでもとにかくク,クロスプラットフォームができるから、さっきの話ね、視聴者さんともできるぞっていうことが嬉しかった。 で,すね、で次ね、次ね、次ね。えっと、これが、プレスト5で出るってなった時に、僕、ブログあ、動画にしてたんですよね。このキャラクターは、えっと、さっきのタトゥーマンさんが考えたやつだ,だからすごいよっていうのをしてたんですよね。でこのブログのリンクも貼っとくんで見てほしいんですけど、こういう感じで公式に,に応募があって、そこに応募してたんです、タトゥーマンさんはね。で、採用されてた、これですよ、これですよ、原作、ゲ原画ですよ、これ、原画。<laughs> この人とできるんだから、ちゃ ちゃんとですねでちょっと困ったこともあったんだなっていうものを最後に紹介したいんですけどたった5日前にあの旧正月やから大爆くって去年おととしと旧正月を祝うアップデートがあったから今年はもう何もないから集大成のさあの作業用 BGM をさあの作ったぞっていうのをね僕があの 投稿したんですよ、動画。そしたら、それが意外にも好評で、たくさんコメントとかいただいて、でもね、苦労したでしょとか、ありがとうとか言ってくれてたんですけど、僕全然苦労してない。なんでっていうと、聞いてたらめっちゃ楽しかったから、編集全然楽しかったよ。3時間半あったけど楽しかったよって、いい音楽だらけやからよかったよっていう、この動画をアップしたんで、このも貼っとくけど、URL に。これ1足す、2足す DLC って立ってるけど、もう一回足さなあかんかった。もう一回いいと、オールいいと。あの、オールユーキャン、 リ i s All You Can Listen っていうタイトルでもう一回出すかな、これ。だって新コースあるんやろ。そこの音楽違う可能性ある。な何よりもウーパールーパー乗せなあかんから。もう一回出すんけ、俺これ。と考えるとちょっと編集大変かなと思いながらも、いや、音楽いいよ。音楽いいで、この動画も URL 貼っとくんで見てください。とにかく、だから URL 貼った動画見た後にチャンネル登録した後にフレンド登録して、えっ、ー、と、あの3月23日に買ってクロス,ロスプラットフォームの人たちもみんなマルチやろうぜっていう話でした。芸能人と。失礼いたします。